昔文化ですから。さあ皆さんどんなふうにお感じになりますか。このストーロー、メソポタミア文明にまで遡ります。古くはこう不純物をこう取るためにこすっていうんですかね、こう上積みになった不純物のないところを飲むための人間の知恵だった。出す。しかしです、今その知恵はどう私たちはね、次の知恵に伝えていったのかな。まあ、災害時とか、それから介護では高齢者の方に必要だというご意見も当然あるわけです。このストロー、ストローがなくなる日って来るのかな、この21世紀中に。どう思います、文明論的に。ああ、いろいろ考えちゃう。皆さんからのご意見お待ちしてます。時刻は間もなく7時30分。